おはようございます。今日は久しぶりに SJ ネタでいきたいと思います。はい、この新型ヤマハスーパージェット、通称 SJ ですけど、これはですね、まあ、やっぱり排気量がそんなに大きくないんで、まあ、SXR と比べるとどうしても遅いんですけど、でもすごい乗りやすくて楽しく乗れるマシンなんですけど、唯一欠点があって、どうしてもやっぱりキャビるんですよね。で、いろんなパーツを変えてもどうしてもキャビってしまって前に進まないんで、そのキャビりを解消するための部品がこいつです。要はポンプシューのところを埋めるっていうことなんですけど、ポンプシューを埋めると、そこに空気が入らなくなるんで、キャビりづらくなるっていうことなんですけど、まあどれぐらい効果があるのかっていうのはちょっとやってみないとわからないんで、これをつけてみたいと思います。まず、このライドプレートを外して、でポンプを外さないと作業はできないんで、まずそこまでやっていきます。はい、今ライドプレートとポンプを外したところです。そうするとこんな感じになってます。で、ここの穴がいっぱい開いてるんですけど、要はこの穴がキャビリの原因なんじゃないかっていうことで、まあ、ここをコーキングで埋めればいいんですけど、この中に全部コーキングを入れるか、もしくはさっきのこういうのを買ってきて穴に入れて、それからコーキングをするか、まあ、結果はどっちも一緒だと思うんですけど、まあこれをちょっと入れてみたいと思います。入れるとこんな感じです。こういう部品を、こうやって入れる。そうすると穴が全部塞がります。で、これはですね、最初いろいろ日本の部品を試して、でその後タイの VK コンポジットさんの部品を試して、で今回ついにアジアを越えてヨーロッパの BNJ から調達した部品なんですけど、BNJ もね SJ の開発相当力入れてやってるんで、まあ、すごいいい部品だと思うので、これをつけてみたいと思います。で、このままだとさすがに走ってて抜けちゃうんで、これですね、まあコーキング何でもいいと思うんですけど、コーキング一応中にちょっと入れてからこれを入れて抜けないようにしたいと思います。はい、コーキングつけて入れるとこんな感じです。で、これでポンプをつけていきたいと思います。はい、今ポンプをつけてみたところなんですけど、衝撃的な事実が分かりました。ポンプを外す必要は全くなかったです。これライドプレートだけ外せばよかったんですね。多分見てた人はみんな分かってたと思うんで、ライドプレートだけ外せばできるじゃんって思ってたのかもしれないですけど、自分はポンプまで外しちゃいました。なんで今後やる人はライドプレートだけ外せばできます。で、ライドプレートだけ外して、まあ入れるとこんな感じですね。はい、一応今ライドプレートをつけて、こんな感じです。で、一応ですね、このライドプレートとスコープゲートの隙間のところだけはコーキングしました。全部やっちゃうと、自分の場合はテストで結構ライドプレート変えたりするんですけど、外しづらくなっちゃうんで、一応この境目だけコーキングで埋めました。で、これで一回テストしてみたいと思います。